この時間はですね、四チャンテレビ金融メンバーそして政治ジャーナリストの武田和明さんです。武田さんよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞお願いします,す、ね。連日お伝えしているんですけども、今日はですね、経験者お二人に話を聞こうということになっておりまして、その経験者というのはまず過去の特捜の捜査を経験されている方、<laughs> 鈴木宗夫参院議員です。鈴木さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。 はい、えー、そしてもうお一方は元東京地検特捜部の検事でいらっしゃいます過去特捜で捜査を経験されている郷原信夫弁護士です郷原さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、それでは見ていきましょうまずは鈴木議員ですけども、えー、現在 政治資金パーティーを行っていらっしゃいます、えー、すごいんですけれども、東京都北海道で開催されて、去年は1億円を超える収入を計上している、<ー>これ、派閥のパーティーじゃなくて、個人のパーティーということになります、武田さん、んすごい額ですね、すごいですね、はい、その鈴木さん、宗男さんは私は小渕内閣の官房副長官をやりになってきたいた頃から取材してるんですけれども、ウォッチしてるんですけれども、まあ、ずっと評判としては、資金力、そして実行力、 抜き出ている政治家だとうことですよね,ね<え>鈴木さん、この1億円、もちろんあのパーティー券買ってもらっているということですけども、うん、どうやってこれだけ売り上げることができるんですかあの昔からのやっぱり人間関係ですね、<ー>中川一郎先生の市長時代からの積み上げた、ですねこの人との出会いを私は大事にしてきましたんで、うん、地元、北海道はもちろんですけども、 沖縄に至るまで、もう全国の心ある皆さんのご支援とご協力をいただいていることに感謝してます。うんまあ、この政治というのは、とにかく特にですね、はい、どうぞ特にはあの私の場合、逮捕されて、週間まで経験してますからね、うん、あの後援者は離れてる人も、うん、中にはいるんですけども。 しかし40年前から、私を応援している人は、今でも鈴木宗男ですさん、これ、はい、政治というのはもう本当にお金がかかるという話をよく聞くんですけれども、実際に何にそんなにお金がかかるんですかやっぱり活動費ですね、うん、人より動くとすれば、飛行機代だけでもです、ね、大変な金額です。 あの私のほかに秘書等ですね、あの動くわけですから、あるいはそのファックス台、あの各種印刷物とかですね、うん、それとやっぱりあの、事務所私なんかは7か所構えてますから、うん、人件費が半分以上かかります。半分以上うん なるほど。はい、じゃあ、これぐらいの収入があって<だ>まあなんとかやっていけるということになるんですかそれともこの収入がまあこう余っていくということはあるわけですか。まあ私の場合はおかげさんであの心ある皆さんのおかげでですね、赤字になることはなくですねあの 政治活動には支障がありませんので、もうありがたい立場だと思っています、はいえー、そんな鈴木さんですけれども、キックバックのこの不記載問題、連日報じられてますけれども、鈴木さんはどのようにこれを見ていますか、うんはい、一番悪いのは、議員個人です、あの国会答弁でもですね、大臣が答弁は差し控えていたさせていただきますなんていうのは、もってのほかなんです。うん 政治資金金は税金のか,からんお金です例えばこのパーティー資金なんてらある種不労所得なんですから、うん、一番大事なのは誰からいくらいただきました使い道はこうですというですね情報開示と透明性が必要なんです、うん、それが最初に 答弁は差し控えさせていただきますなんて言うもんですから、ですね政治が何やってんだという国民の反発が強かったと思います、うん、これは鈴木さんね、じゃあ今度その、鈴木さんは形勢会ていうか、平成権にいたわけですけども、はい、そちら、が宗男さんから見たら、はい、なんで清和会はこんなに記載しないで、そのお金を集めてた、キックバックしてたというふうにお考えですか。 私はあの思いもつかないしこんなやり方があるのかという非常にですねこの倫理観の欠けた、なぜ正直に届け出をしてですねなぜ正確な収支報告書を作らなかったかこれはもういつに個々人の国会議員の私は倫理観の問題だと思います。う 個々人の倫理観の問題とご指摘をされていますが自民党の派閥安倍派ですけども派閥内で、えー、議員事務所を移籍した秘書が移籍先でキックバックなどの手法を伝えていたケースがあったとされていますで自民党内で99人を擁する最大派閥のこの安倍派というところなんですが自民党時代に派閥平成研究会、まあ、現在の茂木派ですけどもに所属されていました鈴木さんですけども、えー、ですから 過去にその鈴木さん、派閥に所属されていた時から、こういったまあノルマですとか、キックバックっていうのはあったんでしょうかあの組織を運営する以上は経費がかかりますから、あの派閥も当初は幹部がですね、それぞれあの資金を拠出してですね運営してきました。うん、ただ政治資金規制法が 改正されてですね例えば、企業献金でも政党支部には50万とか上限が決まってくるとですねやはり幅広く政治活動する場合資金が足りなくなってこのパーティーという手法が用いられたんですねうん、うん、ただ、そこで一番やっぱり大事なのは透明性なんです。は <laughs> はい、はい 要は正確にいくら頂きました、使い道はこうですと、きちっと届け出をすれば、私は国民は理解してくれるものだと思ってますなるほど、鈴木さんはそう実際にそのパーティー券の収入からそのキックバックを派閥から受けていたご経験はあありますかあの派閥から私は例えば、何枚というあの割り当てが来ます。うん その割り当ての何倍もの。額を、私は、あの、売り上げてます。はい。ただ、私は、一円も、そういった。あの、還流資金は、いただいて、おりませんお<ー>。あ、じゃ、それは、全部派閥に、まあ、上納って言ったら、言い方悪いかもしれないけど、うん、派閥に入れてたってことですか。そうです。お<ー>それと、当時の野中博務先生や。青木美夫先生は。 普段から例えば政策集団に協力をしている政治家あるいは何もしない政治家そういった政治家に対する評価というものはしっかりしておりましたからですね、はいはい、私なんかはあの人よりも汗をかくというのは当然のことだとこう思ってですねあのー じゃあノルマを達成してノルマ以上に売ったっていうのはそ,のそういう意味ではまあ派閥の中での評価を得ればそれでいいからっていう話であって別にそのキックバックが欲しいからとかお金をもらうしたいからっていうことじゃないってことですよね。 そういういことです、うん、あの元東京地検特捜部の郷原さんにも聞きたいんですけども、まあ、現在の,この自民党安倍派ですけども、まあ、ただ、さまざまなキックバックがあったんじゃないかという話そして、宮沢前防衛副大臣なんかはもうその派閥の指示があったというふうに話してますけどもその辺りはどのようにご覧になってますか、まあ、あの派閥から指示があったということは、まあ、それによって要はこれは裏金だよ ととと言って渡されたということなんですね表に出さないお金として、議員個人の判断で表に出さなかったんではなくて、これはもう派閥全体で裏金として渡,渡してるんだということがはっきりしているということだと思うんですね、うんうん、そのおの話の通りだとすれば、まあ、それはもう本当に派閥のやり方として、えー、まあ国民の目からすると許し難いことだと思うんですが。うんうん 逆に言うとです、ね、ちょっとこの後その話になると思いますけども、結局、その裏金っていうのを、どこで処理すべきなのかということをほとんどこう認識しないっていう、非常にその法律的には厄介な状況になってしまってです、ね、それが逆に処罰しにくさにつながってしまうという、一つのパラドックスになっちゃうんですね。 あの鈴木さんは先ほど個人の問題というお話がありましたけれども派閥がその指示を出しているという話に関してはどんなことを思われ、ますかこれ今、郷原先生からもお話ありましたけどね、これ裏金作る必要ないんですよだからなぜこの届け出をしなかったかが私は不思議でならないんです。特に100人 もの国会議員を抱えている派閥がですねやっぱりその数に見合ったあの資金集めしていいわけですから、うん、他の50人ぐらいしかいない派閥の資金よりもですねこの清和会のパーティー代が低いというのは誰が見てもおかしく見えるんですはい、はい、だからなぜその裏金という発想になるのかあるいは 届け出をしなくていいという発想になるのかこれ公明盛大なお金なんですからきちっといくら例えば派閥からもらいました自分の政治資金管理団体にそれを載せてその中から政策活動費なり組織活動費なり政治活動費に使えばいいだけで,なんですから。今 裏金,使う裏金を作る必要なんて何もないんですこれ、まあ、あのもちろん、鈴木さんおっしゃるとりなんですけど、おっしゃる通りだと思いますけど、でも実際に今でも積載していなかったんじゃないかという指摘は、じゃあ、なんでだと思われますか、鈴木さんいや、ですから、ここが私はね、甘え、ずさんさ、あと政治家としてのこの無責任、倫理観のなさ。 こういったものが長くですね、来てしまったんでないかと。やっぱりこれはもう、あってはならんことをですね、まあ、みんなで渡れば怖くないみたいな、そんな言葉が一時早いりましたけども、うん、私はこれ、惰性、怠慢。 ここれあってととっててはならととだ思ます、ねはい、東京地検特捜部の今後の動きなんですけども、これまでで言いますと、会計責任者複数の議員秘書などから任意で聴取、そして一部、えー、安倍派のです、ね、国会議員本人から任意聴取、まあ、これは鈴木さんからもさっき指摘ありましたけども、ちゃんと答えないと、であのこれは五原さんに聞きたいんですけども、よくあの捜査中なのでちょっとお答えできませんみたいなことをよく聞くんですが、あれはやっぱり捜査中だと答えにくいもんなんですか、答えてはいけないんですか。 あの被疑者という立場であれば、黙視権というのがありますから、うん、言いたくないということであれば、黙視権だとはっきり言えばいいわけですよ、うん、私は、疑われてますからと。うん、まあそこをなんか捜査に影響があるからっていうようなことと一緒にしてです、ね、まあ、なんとなく言わなくていいようなことで収めてること自体は、私はあまり正しい対応とは思えない。うんうん ですね。はい。で、今後なんですけども、今週にも強制捜査へと言われています。で、これ JNN の独自証言というところなんですが、安倍派の関係者によると、細田前衆院議長が派閥の会長だった頃、キックバックの具体的な金額を議員に伝えていたことがあった。派閥の長がそれを把握していたというそんな発言がありました。で、今後の捜査のポイントですけども、後、えー、原さんによりますと、やり取りに関する証拠メールなどお金の流れと使組がわかる資料を探すという。 そういった捜査に五原さんなりそうだということですね。はい、まあ、まずそこが基本でしょうね、うん、それとそのお金についてどういう認識をしてたのかということですね。うん、裏金だということを明確に認識してでそれをどのように処理すべきだと考えてたのかというところ。 まあそこが重要になりますね、はい、あの強制捜査、今日にも始まるんじゃないかということでしたけれども今のところそういう情報入ってませんあの時間が空けば空くほどなんだかこう証拠を隠されてしまう消滅させられてしまうんじゃないかなと思うんですけどこれ特捜部は何を待ってるんでしょうかちょっとそこは分からないですけどねやはりあのまず安倍派の、うんまあ、派閥の事務所に対する捜索を。 行うまあ、準備をしてるんでしょうね。うなるほど。そんなに準備って時間かかるもんですから、できるだけ早くやった方がいいし、まあみんな今日にも今日にもって新聞なんかは言ってるから。まあ、そ,そ,そこはよくわかりませんね。ん先週あの柿沢美戸氏の関係、はいはい、の捜索に入ってましたから、はい、まああれが影響してるのかもしれませんけれども。鈴木さんは過去にこの特捜部の捜査というのを受けてらっしゃいますけれども、はい、どういう捜査だったんでしょうか。はい。 あのたまたま私の場合は東京地検特捜部の谷川航太さんという副部長が担当でしたけれどもあの極めて紳士的にあの対応してくれました、うん、なるほどですから、まあ、事務所内はさまざ、あ、まなその資料とか、まあ、皆さん、よく映像で見ますけど段ボールにいろいろ入れて持ってかれるわけですよねそういう捜査を受けられたということですかうただですね 皆さんよくあの段ボールたくさん抱えていきますねはいあの段ボールには例えばノート1冊だとか紙切れ1枚だとかの段ボールなんですよ、うん、これもパフォーマンスで私はいいことじゃない<え>と思ってます<あ><ー>えっ段ボール箱抱えてるけど中にその大したものは入ってないってことですかあの段ボール持ってたらあそこに書類を全部入れてる とすれば持てませんよ一人じゃ。<う>じゃ入ってない。これもですね。私はこの検察のやり方の報道機関にリークして、はいあのガガサ入れしました。うん、はいダンボール箱な何,何十箱ですなんて持ってくるけれどもね、全くあの意味のない話です。あのあとねゴさんねもう一つお聞きして。この あごめ五原さん一1つお聞きしたいのは今、私たちは、はい、多分20年、30年に一変起きる権力の地殻変動を見ているというふうに私は考えています。で、その中で清和会という今まで戦後政治で一貫して清和会の幹部というのはその立件されたことがないのに清和会にメスが入ったとっいうのはどういうふうにことだというふうにお考えですか。うんま ここまでその安倍元首相とその派閥っていうのがもう強大な政治権力を持ってた、うん、まあそれに対するやっぱり今いろんな反発が生じてたものがまあここに来てですね裏金疑惑っていうその言葉で国民の怒りが全てその今の安倍派っていう派閥存在に向かっていったことを。 まあ検察が利用しているという面もあると思うんですね。うん、まだ検察がどれだけの事件を立件することができるのか、相当これはハードルが高いと思います、実際に国会議員を立件するのは。そ,うん、その割には、あまりにです、ね、その捜査の前段階で大きな騒ぎになりすぎてるという感じはするんです。うん、特にに議員個人の方は先ほども言いましたように 貴族の問題がありますから、うん、一体どこの政党支部政治団体、えー、資金管理団体で処理することが前提だったかといえば裏金ですから何にも考えてないはずですよ、うん、もらった段階で裏金ですからということはどこで記載すべきだったかということが特定できないで結局 政治資金規正法違反が立件できないという可能性も十分あるわけですねあ。まだあります、じゃあ、逮捕者が全然出ないということもまだあり得るというふうに可能性としてはあると思います、で<ー>派閥の側、清和会の側も、やはり国会議員の責任を問うのは、基本的にこれ、収支報告書の記載義務は会計責任者ですから、うん、国会議員の責任を問うためには、相当ですね、えー、その国会議員が意思決定に深く関わったということが立証できないといけない。うん、そのあたりを考えると 決してハードルは低くない。なるほど。その割にはちょっと期待が高まりすぎてる。わかりました。そろそろお時間が来てしまいました。はい、大変申し訳ございません。はい、ちょっとまた改めてお二人にはいろいろとお話を伺いたいと思います。鈴木さんと、はい、そして小原さん、はい、どうもありがとうございました。した失礼いたしました。はい、そして、スタジオ解説は武田さんでした。ありがとうございました。はい